間違いなくあれですよね、結婚生活には向いてないですよね。もう最近はもう結婚生活不適合者っていうのはもう、 もうちゃんと分かった、うん、もうはっきり分かったんで今になっていや反省してる、もうどれだけ優しくできなかったのか、うん、もう 今までの彼女に本当に会って謝りたい、うん、あのごめんねって言いたい気持ちはほんまにある。うん、本当に自分が売れてる、うん、忙しいにカッコつけて、うん、どれだけ幸せにしてあげられなかったのか、うん、おこれは感じる。人の話とか聞いてると、うん、あそんなこと言ってあげんのか、あこんなことしてあげんのかっていうのを何にもしてないし、うん、それだけどなんか自分自身過信してたのか、うん、なんか一緒にいれるだけで幸せやろみたいな、うん、勝手にそう思ってた、うんのがあるんで、その夜に関してはやっぱ他の人様の話聞くと、うん、みんな頑張ってた、みんな尽くしてあったということを61の秋に聞いたんで、それはもう手遅れだったという、うん、というのがありますね。だから、うん、なんかみんなにお前は笑いと結婚したからなとか言われるけども、うん、もう確かに、うん、このさ一番大事なもんが笑いっていうのも言ってしもたのが、うん、だから嫁さんが笑いって立ち悪いやんか、うん、仕事が嫁さんってやっぱ あかんと思うね人としてな、うん、だからそうなってしもた。だからずんのいいよとかは師匠笑いにと結婚なされてとか再婚なされても笑いでしょうねとかよう言ってくれんだけど、あのそれは人としてはどうかと本当に思うところが多々ある感じしますね、うん、芸人としてはすごいことなんだけど、すごいのかなと思うねんけど、うん、やっぱり今になって自分がこう一応笑いの中で成功者として言わせていただくと、うんうん、あの本当に家族大事にして、うんうん、子供も大きくなってで真面目に一生懸命働いて、うん、家族を幸せにしている人がすごいとは思うけど、うん、俺のはすごくない、そこを省いてここへ来てるんで、うん、あかんな。やっぱ両立は難しいんですかね。俺はねやってる人いっぱいいらっしゃるよ、うんうん、いやそれはやってる人いっぱいいらっしゃるけど、うん、こっちも笑いに、うん、行き過ぎたのも事実だよね、テレビとね、テレビのバラエティに神経が行き過ぎたのは、うん、事実ですね、うんうん、それはまあそやね、でもそれで応援してくれてる人がいるからな、うんうん、しゃあないかとか思うねんけど、うん、多少の後悔はあったりするんですか。むちゃくちゃ後悔ばかりやんか俺、うん、本当に後悔、うん、して暮らしてる男としての後悔、うん、人間としての後悔はむちゃくちゃしてる、うんうん、でもこの後悔はもう遅いってもう分かってる、うん、今更後悔ってっていう年齢まで気づかないでいたのが俺の不幸やな、うん、61まで61まで俺今もこうして言ってるけど自分では分かってないね、うん、家帰ったり、うん、ふっと舞台のコントのことを考えたりすると、うん、全て忘れてしまう、うんと思うね、そういう欠点はあるかっていう感じやな。